言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ノーノーガールズが非常に盛り上がっておりまして、 YouTube 版の方の再生回数もぐんぐん伸びております。あの伸びのスピードとしてというか、その感じはやはりザ・ファーストよりも速くて、とにかくあの注目度っていう部分であの時よりも BMSG 自体に注目されていますから、それが功を奏してるなっていうところでもありつつで、あとノンノガールズ自体について、例えばあの元 AKB48 の柏木由紀さんとかがツイッターで反応をしていたりとかもありましたし、あの非常にこうガールズオーディションとしても注目されています。柏木由紀さんに関してはですね、あの彼女がメンターみたいな感じでやってたあのオーディション番組があって、アンレイムっていうあのグループがあるんですが、デビューをしてですね、で AAA とかに楽曲提供していた人とかも含めて楽曲作って頑張っていたんですが、ちょっと活動休止の方になられるような感じもありつつで、なんかいろいろとうまくいかないなっていうところもあるんで、その辺についても柏木さんなんかも含めていろいろ思うところがあるのかもしれないですね。ね、まあそういう感じです。本当にノーノガールズに、まあ特にガールズのね、置かれている状況っていうのを本当にどんどん変えてってほしいなと思ってます。で、今回に関してはですね、あれですね、ザ・ファイナルですね。ノーノガールズ・ザ・ファイナル。こちらの情報が解禁されてまいりました。で、あのゲスト出演のことも解禁されてまいりました。ということで、もうね、音楽ナタリーさんやモデルプレスさんなどでもいろいろ紹介がされているんですけれども、まず開催日時、これはもうね、もともとご案内ですけれども、ノーノガールズザファイナル、まあ、ザファーストザファイナルを思い出しますが、開催日時2025年1月11日の土曜日ですね。で、あの会場が14時30分、開演が16時っていう感じで、まあ予定ですがそうなっております。会場 K アリーナ横浜。で、まあ、1月11日でね、うん、まあ1が3つ並んでいまして、まあザ・ファーストもね、1っていうのが非常に重要ですが、ここにもきっちりと合わせてきましたね。うん、当然、まあガールズとしてっていう意味合いも含めてだけど、ナンバーワンを目指すっていうこと、かなって気がいたしますよ。はい。で、出演が、ちゃんみなさん、これは当たり前ですね。で、ノーノーガールズ、まあ実はノーノーガールズって書いてあるんですが、画像にも貼ったかと思いますが、30名出ますということですね。つまり、まあ現状私たちが見れる段階だと第4次審査の時の21名のところで見ておりますが、第3次審査までにいた30名ということですね。ザ・ファースト・ファイナルが合宿後の15名が来る感じだったわけですが、まあとにかくあのなんていうのかな、30名来るというのはね、まあ場所とかも広い場所、 K アリーナを使えるからってところもあると思いますしね、まあそこも含めて、つまり BMSG 自体がでかくなったなっていうところも感じますよね。はい。そして、ちゃんみなノーノーガールズに加えスペシャルゲストがいます。まず倖田來未さん、いやー、くーちゃんが来ますね。世代ですが洋楽ばっかり聞いていてあまり聞いてこなかったのですが、実はね、エイネーションで倖田來未さん見ましてね、で普通にライブ感動をしたりなんかもいたしました。はい。で、まあとにかく倖田來未さん、スカインハイのラジオにも一度出てましたね。楽しみですね、スペシャルゲストで倖田來未さん。なお、あのね、今倖田來未さんのあのツイッターでと言いますか X でね、情報を見ながら動画撮ってるんですけども、どうやらね、チケット申し込みが倖田來未さんのファンクラブ会員の方からもできるっぽいです。あのそういう風に書いてます。まあ私含めて大半の皆さんは当然、まあ BMSG 関連のファンクラブの方からだと思うんだけど、これってどうなんですかね。よく考えたら私はあのあれなんですよね、B タウンと B ファーストと
それからマーゼルのファンクラブ入ってますが、これはどこからか買えるのかなっていうのはありますが、まあ実はね、そこに関しては各ファンクラブ最速選考でチケット発売もねあるんすよ。それがもうすぐですね、この動画上がったタイミングでも開始してる可能性もあるっていうか、開始してるかもしれませんね。11月7日木曜日12時からになります。はい、ということなんですけどもね、いやーどうなっていくのやらっていうことですけど、あ、それとスペシャルゲストで倖田來未さんに加えシックボーイが来ます。あとは MC として MYM で、これはその大島さん、森三中の大島さんとガンバレルーヤーの3人で組んだユニットといいますか、そうなりますね。 MC、 あのザ・ファースト大好き芸人様としてやってらっしゃって、ありがたい限りでございますけども、ここが出ますですね。この感じで見るとスカイハイは名前がないので出ないのかな。まあでもスカイハイのオーディションではありませんからね。あ、今ちょうどそのあれですね、デビューというねサイトのニュースで見てまして、先ほどその倖田來未さんの話もしましたけれどもですね、ローソンチケット、あ、各ファンクラブローソンチケット最速選考の受付が開始、11月7日木曜日正午ということですから大丈夫そうです。はい、ということで、あの新たなガールズグループ誕生の瞬間を目撃するイベントになるともありますが、プロデューサーのちゃんみなさんのコメントと PMSG CEO スカイハイのコメントっていうこともあります。はい、で、ちゃんみなさんが、彼女たちにとっても来てくださる皆様にとっても一生に一度の忘れられない一日になると思います。生まれてきて大事に一歩一歩歩み転んで立ち上がった、そんな人生かけたステージ、そしてそれを見届けるあなたの人生にも進んだり振り返ったりをさせてくれる瞬間になると思います。私の人生において彼女たちの存在かけがえがありません。まだ怖いかもしれないけど、私を信じてくれて汗を流し涙を流して笑ってくれて笑わせてくれる、また私に夢という存在の大切さや怖さ美しさを思い知らせてくれました。決して後悔のない人生にしてもらうために、私が先頭に立ち音楽の止まない素晴らしい人生を責任持って一緒に歩んでいきたいです、というね、素晴らしいコメントだと思います。確かノーノーガールズの初期の方に行っていましたが、まあまだ初期ですがね、番組の方ではね、本当に音楽を一生やっていく仲間っていう話と、なんだったら来世まで向けて一緒にやっていく仲間を探す旅っていうことを言ってた気がします。そこにその来世コンゼみたいな話で、私もそのコンゼ来世輪廻転生とかその辺のことを思っている人間ではあるんで、そこがちゃんみなさんと共通項なんだなってのは私としては嬉しかった。まあそういうことなので、まさに、ここはちゃんみなさんの今回の人生に関する話においてもそういう大事な局面なんだなっていうことをすごく感じさせられるコメントでございます。でスカイハイのコメントもありまして、でオーディション放送するとなるととにかくサバイバルというイメージや言葉がついてまいりますし、ノンノーガールズにおいてもその要素があることは否定いたしません。しかし B レイルおよび BMSG 全社として意識しているのは、こういった催しこそ単なる選抜の意味でのオーディションで終わらせず、育成プログラムとして有益なものであるべきと考えております。もちろん参加者ごとに過ごした時間にこそ濃淡はございますが、その思い差異はございません。三次審査まで通過してくださった30名の皆様は、どなたも本当に稀有な才能の持ち主、これまで日本が見落としていた努力家な天才たちです。私も心から感謝と尊敬を意しております。このノーノーガールズという現象の証明のために、そして単なる思い出作りではなく、これからのそれぞれの最高の門出のためにと設けたこの一日、皆様は人間が本気で人生をかけて望む様をご覧になれると約束します。あ、でここからそうですね、スカイハイの話で、自分は当日ステージに上がるわけでも演出に関わるわけでもございませんが、それでも信頼を持って完全な自信を携えて言います。ぜひ見てほしいショーになることは間違いありません、ということですね。はい、ということです。スカイハイの登壇とかはないということですが、ただ人間が本気で人生かけて望む様をご覧になれると約束しますっ
っていうことですけど、ここについては本当にまさにその通りなんだろうと思いますし、やはり全面的にスカイハイはちゃんみなさんをその信頼してっていうことがこの言葉だけでも本当に伝わってきますし、っていうことですね。育成プログラムっていうね名前についてもそうだしですね、あ、1月11日 K アリーナでお待ちしていますっていうことでございますね。うん、まあとにかくそういうことのようですんで、まあノーノーガールズ30名が全員出るっていうことで、シックボーイと高田久美さんで MC に MYM ということで、当然ちゃんみなさんということでございましてね、まあいろいろ情報も解禁されてくると思いますけれども、とにかくそういうことですね。うん、いやでもね、昨日本当に急遽なかなか撮れてなかったノーノーガールズのね第5話の動画を撮ることができまして、ここに間に合って本当に良かったと思います。結局仕事がちょっと立て込んじゃって、ノーノーガールズ見てはいたけど、Hulu を見るタイミングがなかなかなくてね、ただやはりここに間に合ったっていうところが、やはり自分としてもこのノーノーガールズが自分の人生にとってもすごく大事なものだなっていうのを改めてね意識させていただきました。まあいけるかどうかは分かりませんが、私はこれ申し込みをね、もう今11時16分になりましたが、ローソンチケットの方で最速選考って書いてあるから、それで申し込む予定になりますね。そのまあもしかしたらここに参加してるのが結局のところなんていうのかな、BE:FIRST とマーゼルは関係がないところになるから、そっちの方から行けない可能性が高いかなって感じはしますね。だからローソンチケットで買うのがいいのかな。まあちゃんみなさんだったりとか高田久美さんだったりのファンクラブ入っている方はそちらから行ける可能性が高いのかもしれません。うん、っていうことでありますね。はい、まあまあまあそういうことでいろいろと情報解禁されてまいりましたんで、ぜひ楽しみにしたいと思います。はい、リンクもろもろね貼れるものを貼っておきますので参考にもしてください。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげをもちまして登録者数様が2万3000人を超えました。本当にありがとうございます。引き続き3万人を目指して頑張っていこうと思っております。もしまだ登録していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、よろしければ登録をお願いしたいと思います。 YouTube 登録は無料でございますので大丈夫ですし、仮に登録を解除したとしても皆さんに通知とかはいきませんし、私にもお知らせは来ませんので大丈夫です。はい、一度解除された方でまた登録してやろうかなって思ったら、もしよかったらまた登録もお願いできればと思っています。はい、励みになりますので、はい、そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。引き続き精進してまいります。それでは失礼します。